アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月23日、場所は広島広域公園第二球技場にて、2022中四国学生アメリカンフットボール選手権秋季リーグ決勝トーナメントの本日は 順位決定戦がまず行われます。その試合は広島大学ラクーンズ対島根大学ウォリアーズの一戦となります。試合開始10時30分キックオフ予定です。本日の配信は中四国学生アメリカンフットボール協会との並立配信として実施させていただきます。その配信を担当させていただきますのは私、道楽屋リチャです。個人が趣味で行っております配信ですので、至らない点は多々あるかと思いますが、皆様に対してできるだけご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。両チームの紹介をさせていただきます。手前側に陣取りますのが、本日カラーホームチームのユニフォームをまとっております広島大学ラクーンズ。1977年創部の中四国にその名を轟かせる強豪チームです。前節このトーナメントにおいて甲子園ボール出場をかけてその歯を争っておりましたが、一部復帰しました山口大学に苦杯をなめられ、この順位決定戦に回る形になりました。ここでその優秀の美を飾らんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側に陣取りますのが、本日はホワイトのユニフォームをまとっています島根大学ウォリアーズ。こちらも1982年の創部の参議院にその名を轟かせる強豪チームとなります。2016年2017年には連覇を果たすほどのその戦績を上げたチームですが、現在はその人員確保、コロナの影響によりまして非常に厳しい状況にあり、この順位戦決定戦に進出する形になりました。こちらもこの試合に勝利し、その今年のシーズンを締めくくる形を望みたいとこの一戦に意気込んでおります。これより試合開始前のコイントスを行います。前半広島大学レシーブ、島根大学キックオフ、広島大学リターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター12分の正式計時で行われます。さあ両チームによる大きいファウルがかけまして、まもなく試合開始となります。まず試合は島根大学のキックオフにより試合開始という形になります。キックオフキッカーを務めますのは島根大学の10番村田、新田高校出身の1年生のプレイヤーが務めます。対しまして広島はリターナーに16番と20番が構えました。16番は太田、立命館森山高校出身のプレイヤー、20番は尾上、上高校出身のプレイヤーです。さあこれを16番リターンします。抜けます。なぜかターナー16番ボールを受けまして一旦ボールをジャックしましたが、左オープンを疾走、一気に大きく前進しまして相手陣45ヤードの地点まで入るビッグリターンを決めました。
この位置から島根大学、失礼しました、広島大学の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは広島大学の攻撃です。ボールオン相手陣48ヤードから広島大学ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。ナイスファーストダウン、まずはランプレーを展開しました。何学29番トスを受けまして右オープンを疾走、相手ディフェンス広島大学をまくるように右オープン展開し、一気に攻撃権を1回で更新としました。広島大学ファーストダウン、素晴らしいランをしました。広島大学29番は宮本、明治学院高校出身。さあこれにより攻撃権更新したまま広島大学ファーストダウン10の攻撃に入ります。1回目の攻撃が続きます。ボールオン相手陣34ヤード、パス成功。ここで広島大学は開始点より後方より1回だけできる前パスを通しました。クォーターバックは16番、そしてターゲットは5番でしたが、このパス通りまして約4ヤードのゲインとしています。ボールを持った選手が倒れたところを1回としますので、このキャッチした地点がその前進地点と今回はなりました。従いまして広島大学2回目の攻撃に入ります。広島大学セカンドダウン6、攻撃権更新、残り距離は6ヤード。さあ今度はランニングバックに託しました。ハンドオフを受けたランニングバック29番、中央突破を図りまして約5ヤードのゲインをしています。ランニングバック29番は宮本、明治学院高校の4回生です。広島大学サードダウン残り1ヤードのシチュエーションに入ります。3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は残り1ヤード。ナイスだ、ファーストだ。何枠19番、ハンドオフを受けまして左を2クルキンを突破、一気にゴール前に迫る見事なランプレーを決めました。広島大学ファーストだ。広島大学相手陣11ヤードに迫りましてのファーストダウン10に入ります。攻撃権更新には11ヤード、エンドゾーンまで11ヤードの距離です。クォーターバック16番、自ら右オープンへのランプレー、相手ディフェンスをまくろうとしましたが、ゲインは約3ヤードとなっています。クォーターバック16番は太田、立命館森山高校出身の2回生です。失礼しました、今状況は残り距離すべてがエンドゾーンに届く形になります。従いまして相手陣7ヤードから広島大学セカンドダウン2ゴール、タッチダウン。ここで広島大学はエンドゾーンへ一気にタッチダウンのパスプレーを投じました。クォーターバック16番、エンドゾーン奥にいたワイドレシーバー5番にパスを通し、これを5番、見事にキャッチしました、タッチダウン。広島大学6点獲得、見事なタッチダウンを決めましたのは広島大学5番、林、明星高校出身の4回生です。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイント、これをキッカー73番川上、見事に決めまして1点追加、広島大学ラクーンズ7点、島根大学ウォリアーズ0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、
そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンの場合はこの後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。これに自作点のセーフティーが加わり、アメリカンフットボールの1プレーでの得点は2点、3点、6点、7点、8点となります。この足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が再開されます。そのキックオフキッカーを務めますのは、先ほどトライフォーポイントを決めました広島大学73番の川上、高梨高校出身の2回生。さあ島根大リターンに入ります。これもいいリターンでした。中央突破しまして広島大、島根大学陣35ヤード付近からの攻撃を得ることができました。さあ先ほど先に得点を挙げられた島根大学、反撃になる攻撃を得ます。ボールオンは自陣35ヤードから島根大学ファスター。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス不成功。ここで広島大、失礼しました、島根大、いきなりロングパスを飛びました。ターゲット15番、相手ディフェンスを抜いていましたが、しかしわずかにこのパス届かず、パス不成功となっています。前パス失敗ですとボールは元地点に戻され、次の攻撃という形になります。従いまして島根大学セカンドダウン10の状況となります。島根大学同じくボールオンは自陣35ヤードからセカンドダウン10。します。中央トップを図り、キャリア26番にボールを持たしました。果敢なランプレーにより約3ヤードのゲインを果たしています。ランニングバック26番は伊藤、三田松雲館高校出身の4回生。島根大学自陣38ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、残り距離7ヤード確保できるでしょうか。パス不成功。ここでランニングバックにフレアパス、横へのパスを投じてキャッチアンドランを図りましたが、しかしこのパスが不成功、パス失敗となりまして、次の攻撃フォースダウン、最後の攻撃権となります。島根大学フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。このボールは広島大学陣30ヤード付近で外へ出ました。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判による黄色いウエスが落とされますと、これは反則発生を意味します。この反則がいずれにあったか、まもなくコールされます。ディフェンスの反則です。スナッパーへのイリーガルコンタクト。このパントシチュエーションにおける長いスナップを投げるラインマンは一定時間保護されています。この保護する一定時間を広島大学守れませんでして反則となりました。この反則は重大な反則として扱われます。15ヤードの割り、従いまして自動的に島根大学攻撃権を更新しファーストダウンとなります。島根大学ファースト。これにより島根大学は相手陣に入りまして、相手陣46ヤードからファーストダウン10。さあそして中央のランプレーを切れます。カウンター
流に入りました。ランニング枠26番、左オフガード付近をつきまして約5ヤードのゲインを果たしています。ランニングバックの26番は伊藤三田松雲館高校出身の4回生。島根大学相手陣41ヤードからセカンドダウン5、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は5ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック1番はワイドレシーバー36番にヒッチパス、横へのパスを投じました。このパスを36番キャッチできませんでした。前パスの失敗という形になりますので、攻撃権は次のサードダウンに変わります。島根大学相手陣41ヤードからサードダウン5。さあこの3回の攻撃でこの5ヤードいかなる手法で獲得を狙うでしょうか。不成功。クォーターバック1番、ここで真横に走ってきたワイドレシーバー10番へのパスを投じましたが、10番キャッチできず、パス不成功となりまして、フォースダウンになります。島根大学フォースダウン5、再びパントフォーメーションを取ります。ボールオンは相手陣41ヤード。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとパントがタッチバックとなった場合は攻撃権は相手に移り、相手陣は相手側自陣20ヤードからの攻撃という形になります。攻守交代となりました。パントはキックによる攻撃放棄ですが、そのキックの距離に応じて陣地を挽回することが可能になります。島根大攻撃が得点にできませんでしたが、しかし広島大学を自陣20ヤードの位置に押し込みました。さあここから広島大学反撃となるでしょうか。自陣20ヤードからのファーストダウン10。ターンオーバー。ここで広島大学はまずランプレーによりこの攻撃を展開しようとしましたが、ここでランニングバックがボールをファンブル。落ちたボールはどちらが抑えても構いません。そして抑えたのは島根大学の55番。これにより攻撃権は交代という形になります。攻守交代、ターンオーバー。ファンブルに関しましたのは島根大学の55番の伊藤、1年生のプレイヤーでした。東高校出身。そしてこのチャンスを島根大学相手陣28ヤードから攻める形になります。ファーストダウン10。インターセプト。ここで島根大学は一気にタッチダウンを打たれました。エンドゾーンに舞い込んだこのパスを、しかし取ったのは広島大学20番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。広島大学あわや失点数という危機にありましたが、これを広島大学の20番の尾上が見事なインターセプトで救いました。攻撃権を取り返し、そのインターセプトをした地点自陣1ヤードからですが、攻撃権を得る形になります。広島大学自陣1ヤードからのファーストダウン10。攻撃権得ましたが、非常に厳しい状況からの攻撃再開という形になります。さあここでランプレーを展開しましたが、イエローフラッグ反則が発生しています。この反則はいずれの方にありましたか。まもなく審判からコールがあります。
オフサイドディフェンス攻撃1番5ヤードのペナルティでマークアウトになります。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜退という形になります。従いまして広島大学5ヤード前進してファーストダウンのやり直しという格好になります。現在フィールド上に負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。さあ試合再開です。広島大学自陣6ヤードからファーストダウン5。さあランニングバックに達しました。トスを与えてランニングバック29番右オープンへ展開。タックル受けましたがセカンドへほどで攻撃権更新です。広島大学ファースター、攻撃権更新果たしました。ランニングバックは29番の宮本でした。広島大学自陣12ヤードの地点からのファーストダウン10。パス不成功。ここでパスプレーに出ました。広島大学クォーターバック16番左ロールアウトからワイドレシーバー13番へのパスでしたが、このパスが高すぎパス不成功となりました。パス失敗となりまして次の攻撃セカンドダウンに変わります。広島大学自陣12ヤードからセカンドダウン10。ここで広島大学はオプションプレー、クォーターバックが自ら持つかランニングバックに託すかの選択プレーをしました。ここはランニングバックにピッチし29番の突破にかけましたが、しかしこれはゲインならず1ヤードのゲインにとどまっています。続いて1ヤード広島大学自陣13ヤードからサードダウン9。3回目の攻撃で攻撃権更新、残り距離9ヤードの状況に挑みます。パスでクーパスだ。クォーターバック16番そこで中央ギターゾーンに走らせた34番にパスを通し、広島大学攻撃権更新としました。広島大学ファスター。投じましたクォーターバックは16番の太田、立命館森山高校出身の2回生。取りましたターゲット34番は野次、桐蔭学院高校出身の4年生です。広島大学自陣28ヤードの地点からのファーストダウン10となります。さあ今度はランプレーで入りました。ランニングバック29番ハンドオフを受けて左オープンにアウトサイドゾーンのランプレー、見事なステップワークで約6ヤードのゲインとしています。広島大学自陣34ヤードからセカンドダウン4。中央突破を選択しました。これに応えランニングバック29番見事に攻撃権更新を果たしています。広島大学ファスター。ランニングバック29番は宮本、明治学院高校出身の4回生です。
さあ攻撃権更新重ねます広島大学、自陣40ヤードの地点に入りましてのファーストダウン点に入ります。ディープゾーンに走っていましたワイドレシーバー20番にパスを通しました。これを20番見事にキャッチし大きく前進ファーストパスを通しました。クォーターバック16番は太田取りました。ワイドレシーバー20番は尾上、尾上は上高校出身の4回生です。広島大学相手陣11ヤードからファーストアンテここでランニング枠29番に託しました。左オープンへのスイープレー、しかしこれは島根大学26番が素晴らしい上がりを見せまして、このランプレーによるゲインはほとんどありませんでした。ランニングバック29番は宮本、それに対応しました島根大学26番は伊藤、伊藤は三田松雲館高校出身のプレイヤーです。広島大学相手陣12ヤードからセカンドダウン11。パス成功。クォーターバック16番プレイアクションからタイトエンド92番にパスを通しました。これによりまして約4ヤードのゲインとしています。パスを取りましたターゲットの92番は広瀬、三田松雲館高校出身の1年生です。広島大学相手陣10ヤードからサードダウン7。ここで広島大学はオプションプレーを選択しました。ピッチを置きました29番、しかしそこから一気に縦に切り上がり相手ディフェンスの隙を抜けて一気にエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。広島大学6点を追加しました。ポイントのキック決まりまして広島大学14点、島根大学0点という形になりました。先ほどのタッチダウンを決めましたのは広島大学のランニングバック29番の宮本でした。宮本4回生として最終戦を素晴らしい活躍を見せております。現在フィールド上に負傷者が発生しているため現在レフリータイムアウトが入っております。 YouTube への、チャット欄へのメッセージありがとうございます。平様とお呼びさせていただきます。実況に対するお褒めの言葉ありがとうございます。また多くの方々のお名前を見ましたに広島大学の応援がの方かと思いますが、現在広島大学非常にいい形で試合を進めております。牛様もコメントありがとうございます。広島大学現在順調に試合を進める形でまず2つタッチダウンを上げる形になっております。対しまして島根大学は現在劣勢にありますが、ここから反撃の糸口を見出すかのようなプレーが散見すると思いますので、それもまた注目したいと思います。随所に素晴らしいロングパスがあり、これが決まりますと状況は一変します。こういった点におきましてもまだまだ予断が許せない展開と見ています。
さあ、まもなく試合再開となります。先ほど得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開です。島根大リターンに入りました。ボールがエンドゾーンに入るか非常に微妙な素晴らしいキックでした。リターナー躊躇しましたがこれをリターンしまして島根大学陣20ヤード付近からの島根大学攻撃という形に変わります。島根大学20ヤード付近からシマリ大学自陣21ヤードからファーストダウンテ。ここでシマリ大学が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。シマリ大学はここでまず前半1回目のタイムアウトを取りました。現時点で2タッチダウン差という状況でこの攻撃を果たしてどのように展開するか、まず一旦作戦を取ります。さあ、このタイムアウトでどのような作戦を講じることができたでしょうか。試合再開となります。島根大学自陣21ヤード間のファーストダウン10になります。ここで島根大学の選手の背番号変更が入りました。15番の松村が65番をつける形になります。さあ、試合再開です。島根大学ファーストダウン10。さあ、ここはまずランプレーから入りました。谷垣26番ハンドオフ受けまして左オープンを展開、約4ヤードのゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーターは終わりまして広島大学ラクーンズ14点、島根大学ウォリアーズ0点で攻守方向入れ替わり第2クォーターに入ります。